れた？ちょっと休むか。ありがとう、キリト君。でも大丈夫だよ。どうした？ああ、ごめんね。キリト君、よくお昼寝してたなって思い出しちゃって。昼寝かも。そういや、最近してないの。いろんなことに巻き込まれちゃって、すごく忙しかったもんね。でも、キリト君の寝顔を見てるの好きだな。ほっとするっていうか、癒される感じ。朝の寝顔可愛いな。何言ってんのよ。もう休憩終わり。さ、行くわよ。おお。あ、少し元気出たみたいだな。よう、また会ったな。あんたたちもこのワープゾーンを調べに来たのか。異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か。赤髪の少女は両の手に剣を携え、未知の領域へと一歩を踏み出すのであった。ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード、自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待って、キリト、気になることがあるの。この辺りには確かレブラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私そんなの聞いたことないな。トレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレブラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから、本当は言っちゃダメなんだけど。待て、リズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか？キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO はPK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が前面に打ち出されているゲームなんだ。だから同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なので、 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救い、バベルの野望を知ることだ。だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんてちょっと違うと思うよ。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの？ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ？レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でも、うん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし。俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意志を無下にはしたくないの。そうか、分かった。
リズ。感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。何か出そうって感じだよね。そりゃダンジョンだ、出るに決まってる。もうお兄ちゃん、そうじゃなくって。ちょっと得体の知れない恐怖感とかありますよね。おいクロー、何ワクワクしてんだよ。そういうニコこそ。まあここ一帯のエリアは超高難易度ダンジョンかもしれないって話だろ。君子危うきに近寄らずが賢明な判断だな。こいつ迂闊に相手をしない方がいいよ。危なくなったら逃げよう。この程度かすり傷だぜ。期待しています。追ってこない。これにするね。元気になったよ。よし、行くよ。まだまだいけるよ。思ったより強いな。ストレ、このままじゃ負けちゃうよ。ストレ、無理はするなよ。足手まといになっちゃったな。何、しまった。しまった。バカ者、注意散漫です。このままじゃまずいわね。大丈夫か。任せて。任せろ。
復するぜ。回復するぜ。回復するぜ。でもこんなところに一人で挑むなんてかなり腕の立つ方なのでしょう。ああ、あいつはもともとソロで活動していたプレイヤーなんだ。なるほどな。ますます会うのが楽しみになってきたな。レインの名をかけて頂上決戦だぜ。いや、だから2個はもう2個でいいだろう。うっせえな。今のは気合を入れただけだろ。二人は本当に仲良しなんだね。イエス。そして毎度その二人を見て各所から冷たい視線が走る。先輩、チーユ、なんでそんな目で僕を見下ろしてるんですか。タクミよ、お前の言いたいことはわかるぜ。ようやく僕にも同志ができて嬉しいです。
将？何をしているのですか？